もルノです。今日は、春の激辛コーデシュー、まあ、まだまだ全然2月なんですけど、もうなんかあったかいよね。まあ、大体2月ぐらいになってくると春のね、新作のあのものたちがゾロゾロと出始めてくると思うんですけど、私もあの春先取りしちゃおうってことで春服のコーディネートをやっていきたいと思います。まあ、春服のコーディネート集って言っても今から、まあ、春までも、まあ、使えますよっていう感じのをやっていこうかと思うので、今日は最後まで楽しんでいってください。じゃあそれではレッツゴー。まず最初はちょっともう最近私がめちゃめちゃ気に入ってるコーデなんですけど、じゃじゃーん、これになります。このようなコーディネートになっております。まずさ、このトップス可愛すぎない？結構ねレースな感じになってて、で本当はね今インしてるんだけど、こうやって出すとここがヒラヒラになってて、まあ、出しても可愛いっていう感じです。まあ、出してもねこんな感じで可愛いんですけど、ズボンがハイウエストなのでインするのが私は好みです。あとは私が好きなね袖がキュッてなってるパターン、これですよ。これもう模様も可愛すぎない？もうこういうさ透け感があるのがまずもう春っぽいというか、うん、爽やかな感じやし、でもねここにパールとかついててね、ちょっと上品な感じなの。私の春のイメージはもう結構淡い色な感じ、温かみのあって淡い色な感じのイメージなので、真っ白というかもうクリーム系な感じの色味っていうのがまあ春っぽいっていうポイントと、まあ、あとはねジーンズ系も明るい感じにしてカジュアル感がありつつも、まあ、レースで可愛いみたいなね。このトップス買った時にキャミソールのインナーも一緒についてきたので、まあ、変な話もしかしたら春までと言わず夏も多分着られるんじゃないかなと思います。今はねちょっと寒いので白いタートルネックを合わせているって感じでございます。まあ、カラーはね春っぽいんですけど、本当に今からでも使えるものかなと思います。じゃあ次、次がですね、こちらのシャツになります。こんな感じのシャツワンピになっております。まあ、ちょいとゆったりしててすごい使いやすいです。まあ、シャツなので、まあ、ちょっとスラッとした感じになるかなとは思います。あとはね個人的には黒のねトレンチコート合わせたらもっとシックでかっこいい感じになるんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じでねストンとかっこいい感じにもなると思います。見てここのトレンチコートはねここがキュッと締まってて、もうすごい可愛らしい感じにもなるし、まあ、あとはあのベルトがあるのでこんな感じでねシュッと締めても可愛らしい感じになるかなと思います。俺めっちゃ可愛い。まあ、ワンピっていうのもあってまあ楽ちんなんだけど、まあ、こんな感じでシャツっぽいし、まあ、こういう黒と合わせるとねきっちりした感じにも着られるので、まあ、本当に私はすごいこれは好きです。じゃあ次が、シンプルなんだけど、まあ、めっちゃ可愛いっていう服でございます。こんな感じの服装になっております。白いジーンズ系のものにこういうグリーンの T シャツをね合わせております。柄もないしすっごいシンプルなんだけど、こういうね色がポイントとなってるね感じがしてすごい可愛いと思います。それこそ今つけてるねこういうゴールド系な感じのアクセたちは多分すごいぴったり合うと思います。パンツの丈が実は短めになってて、まあ、ここにねちょっと可愛いポイントを加えておりまして、見て可愛すぎん。まあ、シンプルだから靴下とかに柄つけてもいいかなと思ってこのクマちゃんをセレクトしたんですけど、こっちの反対側にもねどっちにも両面ついてるのですごい可愛いです。1着目と2着目が結構柄とか素材とかな感じで、まあ、ポイントに出してるんですけど、まあ、今回はこんな感じで、まあ、色でこういうポイント出すのも可愛いかなと思います。続きましてがこんな感じのコーデになっております。結構シックな感じになってますね。まあ本当にね中は首のちょっと詰まった、T シャツとハイウエストなんだけど下がねちょっと広がってるのですごいスタイルがよく見える感じのやつで、まあ、結構モノトーンでシンプルなんですけど、そこにねこの白のジャケットですよ。これが一個加わるだけでねめっちゃかっこいい感じになります。袖もゆったりしてるので下はね結構厚めでも着られるんじゃないかなと思います。黒のライダースもめっちゃかっこいいんだけど白にして、
春感を出しております。結構甘めな感じにも合うかなと思います。これねボタン閉めてもめっちゃかっこよくってこんな感じのね仕上がりになります。まあ、個人的に一番好きなポイントは丈が若干短いので、まあ、ちょっとスタイルがよく見えるって点ではね本当にありがたいです。という感じでいかがだったでしょうか。もう秋冬でもうすごい深みの色も超堪能したから、まあ、逆にね春とかもその反動ですごい明るめなカラーね使ってるんですけど、ジーンズとかT シャツとか結構シンプルなものばっかり使ってるので着回し的なとこで考えてもめっちゃ使いやすいアイテムなんじゃないかなと思います。なんかさでもめっちゃ思ったんだけどさ、新しい服買ったらさすぐ着たくならない？私もこの服届いてめっちゃ可愛いってなってこれ着てすぐね出かけたんですけど、まだまだね2月ってこうセーターとかトレーナーとかまあそういうのをね着る季節だと思うんですけど、こんな感じでねもう薄手のトップスをめっちゃ着たくなっちゃって、そう案の定ね夜ねこう寒い寒いみたいな、まあ本当にね単純な話上にコートとか着ちゃえば全然問題はないと思うんだけど、この春服のもアウターを着てもうこの季節に出かけちゃったんでめっちゃ大変だったんですけど、そうやっぱねこういうの買うとねもうめっちゃ待ち遠しいよね。まあ多分それに合わせてねコスメもどん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 春物が増えていくと思うので、まあそれもね調達してますので、到着次第どんどんちょっとお知らせできたらいいなと思っております。ということでこんな感じでございます。この動画がちょっとでも良かったなと思った方はぜひグッド評価とチャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。バイ。